最もセロトニンが出る運動法とは。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、今日はアメリカシカゴからお届けしています。質問いただきました。ウォーキング、スロージョギング、ジョギング、ランニングの中で一番セロトニンが出るのはどれですか。面白い質問で、今までなかったパターンだと思うんですけど、結論から言いますと、どれも同じです。セロトニンっていうのはスイッチですね。朝太陽の光を浴び、リズム運動し、咀嚼、朝ごはんを食べるっていうことをすると、セロトニンの分泌がスタートして、一日を調子よく送ることができるんですけど、運動をたくさんすればセロトニンが出るってことではなく、セロトニンのスイッチを入れるってことが重要なんですね。だからセロトニンのスイッチを入れるためには、ある程度の運動をすれば30分以上してもそれ以上変わらないっていうのは言われてます。むしろあんまり長時間すると疲れるので良くないっていう話もあるぐらいですから、朝に30分ぐらい爽やかに散歩をすれば、それで太陽の光も浴びてセロトニンのスイッチが入るので、もう十分なわけですね。1時間運動したら2倍セロトニン出るのかっていうと、そうではないです。心拍数がすごい高くなるようなランニングをするとセロトニンがたくさん出るのかっていうと、出ません。例えば太陽の時間も、朝太陽の光を浴びるとセロトニンが出ますって言うけど、30分浴びれば十分と言われてますね。15分ぐらいでも十分と言われてます。ですから、もう1時間2時間浴びるとセロトニンが2倍3倍出ますかっていうと、出ません。セロトニンのスイッチをオンにするための運動や太陽の光を浴びるということなので、セロトニンをよりたくさん出すための運動っていうのは、運動強度を上げればいいというものではないので、ジョギングでもウォーキングでも何でもいいと。リズム運動っていうリズミックな 1-2 の掛け声で動けるような運動であれば、全てセロトニンを入れるということになりますので、運動強度による違いはないと言っていいでしょうね。運動強度によって違ってきたりするのは、成長ホルモンとか、また別なものは、運動強度が高ければ成長ホルモンもたくさん出たりして、成長ホルモンがたくさん出ると疲労回復になったり、あるいは脂肪燃焼になったりといった別な効果っていうのが出てきますので、それはセロトニンと別の話になってきます。という形で、セロトニンというのはたくさん運動したり、たくさん日に当たれば出るというものではないので、必要最低限の部分を毎日やっていくというのがよっぽど大切なので、15分から30分ぐらいの運動を朝毎日できると、一番セロトニンを活性化するんじゃないかなと思います。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。